はい、イリアさん行きましょう。あれ、ケルカル、カルト来てる。おお。あれ、なかなか強くないこれ。凍結無効。うわー。あ、ジェイドか。ジェイド2連撃。もうアタックタイプ、アタック値高いし。3属性ついてる。非属性ダメージ、今日、凍結無効。アタックアップ中。おお。ジェイドと一緒に。あれじゃない？これ、ジェイドのスキャリーと使いやすくない？コラボで。2連撃水属性ダメージ、ダメ、アタックアップ、ダメージダウン。アタックアップとダメージダウンついてるんだ。いいじゃん。なかなかいい性能してると思う。で、ボッチザイデアね。おー、ボッチザイデアだ。はい。これはいつも通りだね。あ、HP、あ、バランスタイプか。2連撃の帰属。え、いいじゃん。え、待って、ハデス様。自分の改造車乗ってるよ。ね、ハデス。自分のマイカー乗ってる。これ出てたやつだよね、あれ。で？ケロベロスか、これ。いや、わかんない。小さすぎてわかんないな、画面。ケロベロスに見えるけど、頭は、多すぎない、ちょっと。コブラか？いや、わからんわ。あ、ビョーじゃん！え、ビョーの、プロジェノ、じゃあ見れるってこと？2連撃の帰属性ダメージ、今日、あ、シンプル。2連撃の水属性。え、何このタイミングでビョーってちょっと、狙ってる？夢の中なのこれ。はい、無属性ダメージ。2連撃が無属性ダメージ、ダメージアップ中。おー、なるほど。え、ビャーじゃん。どっちにしろ引くけどさ。いや、嬉しいわ。はぁ。7章の、正確にネタバレはしませんけど、あの人たちどう思いました？いや、マジでね、ジェダイ評議会、オマージュしてると思うんだよね。まあ、ジェダイ評議会ってどういうことしたかっていうのを、簡単に言うとアニメシリーズのクローンウォーズっていうシリーズで、アソーカタノっていうキャラがいるんだけど、アソーカタノがやってないことを、濡れ衣を着せられて、で、その濡れ衣を着せられたグレーゾーンの状態で、なぜか時代評議会は犯人と決めつけてやったんって、裁いたんだよね。裁こうとしたの。でも、後々やってないっていうことが分かったんだけど、その秩序と平和のためには、仲間も簡単に切り捨てるのが時代評議会なの。で、それで滅びたんだけど、その仲間を切り捨てる姿と、秩序と平和のためには、何でもするっていうところが、すっごいそっくりだと思う。びっくりしちゃったね。スター・ウォーズ見てる気分になったもん。って感じ。ボチザイデア、ごめんね。こんな政治的な話しちゃって。いやー、足長。やっぱ下まで見えないんだね。全部見せたら、もっとズームアウトになるのかな？この下、少ししかないと思うじゃん。多分120センチぐらいあるよ、まだ。ボッチザイディア、いいじゃない、ボッチザイディア。もう一回見たい。あ、いいじゃない。なんかさ、ロン毛の人ってヘアアレンジできて、ちょっと、ずるいよね。で、ケルトロカルト、もうケルトロカルトは私やったので、はい、適当に、見たい方は再生リストで見てください。ボッチザイディアね。はい。このね、エポンも結構強いんだよね。エペリンゴ。